まあね、もう最初から言ってることですけども、イスラエルの側もハマスの側もね、もしくはその応援団が世界中にそれぞれいて、もう両方でねフェイクの画像を作りまくってね、こんなひどい目にあった、こんなひどいことされたってね、嘘のね画像動画が、たくさん拡散してるわけですよ。嘘のものほどインパクトが強いから、嘘のものほど拡散するわけですよね。さっきもね奥田さん言ってましたけども、まあ1年前とかまでは AI の動画とか、あの画像も見たら AI だっていうのがすぐ分かるようなものでも、今はねもうだいぶ分かんなくなってきてる。プロでも見分けがね難しいというぐらいですから、こういうね嘘の絵がもうどんどん拡散してるわけですよ。ですからもうね、その X とかね、まあそう SNS を通じて目に飛び込んでくる悲惨なね情報というのは、何が本当で何が嘘か分かんないですよ。だからね、そういうのを見てね真に受けない方がいいですよ。ほぼフェイクですから。まあ8割ぐらいフェイクで 1,2 割本当があるかもしれないけど、こんなとか子供がとかもいっぱいありますけどもね、その画像そのものをですね、それだけでカーッとなったりとかねしちゃいかんなと思いますね。これ本当？へーっていうね、これ本当かなぐらいからね変えるのが今の時代にいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね岸田さんのフェイク映像が流れて、これ結構話題になってましたけどもね、はい。